おーちゃん、こんなの食べちゃうんですか。これはいいでしょ。おっさんがパフェ、ちょっと卵飲むようにおーい、おい、おい、お疲れです。何してんの。いや、これスイーツ。あ、そういうこと。今日は甘い日。今日甘い日。甘い口。甘い口なんですよ。とりあえずね、ここね、でかいのあるらしいんで、行きましょう。行こうもう甘い口なんで、今日似合ってる。ゴリラかよ。ごめんな、こんな兄貴で。何頼んだ。来てのお楽しみです。危ない。落ち着いて、待とう。あ、早く食べたい。やばいって。甘い日や。もうちょっと来るから。我慢してください。こんなの食べちゃうんですか。これはいいでしょ。これが食べたかったんですよ。一言言っていい。はい。やっぱり似合わんな。アイスクリームに謝ってくださいよね。これなんや、ちょっとおしゃれな、なんか謎の物体。美味しい、夏っぽいでしょ。全然似合わん。なんか美味しそうな、いっぱい入ってるし。これなんだろう、これラムネかな。おっさんがパフェ食ったらあかんのかい。いただきます。はい、うん、美味しい。どうしようかな。またかよ。結局悩んだ、あげくにそれかよ。いつも通りやな、ほんま。いいね、ここ。いや、パフェまでは爽やかやってんけど、うん、このおっさんがパフェ、ちょっと卵飲むようになんかもうこの絵面がやばい、うん、あのね、僕もね、はい、多分ね、飯動画とか絵面やばいと思うんですけど、これ以上にかなりやばい。好きなんすよ。大好き、うん、うまい。おいしいね、これ。やっぱり別腹ですね、これ。女子の気持ちが分かるような気がする。女子の要素1ミリもないねんけど。あら、そんなことないわよ。気持ち悪い。なんでなん、なんでなん。スイーツだとテンション上がってる感じ。やっぱちょっと上がりますよね。うん、激辛はなんか勝負する感があんねや。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。さすがスイーツハンター。でもここのバニラあれですね、すごいあっさりしますよ。なるほど。濃くなく、すごいあっさり。昔ながらのバニラアイスみたいな、うん、昔ながらってどれを基準に言うかわかんないけど、シャーベットに近い感じの。ああ、ちょっとシャーベットっぽいっす。あ、うん、あのちょっと牛乳アイスみたいな、うん、そうそんな感じですけどね。すごい、でもあっさりして。疑問に思ってたけど、はい、甘いものに甘いものって味わかる。わかりますよ、僕もね、うん、さっき店員さんに聞いたんですよ。どの飲み物がおすすめですか、うん、これおすすめらしいんですよ、うん、夏っぽいでしょ。だから色的にもなんか夏の色っていうか、うん、海の色と空の色っぽい、うんうん、あ、まなんだろうこれ。え、バニラアイスに甘いものがあるのか。なんかすごいシロップを飲んでる感じ。もっとなんかこう夏っぽいって言うたから、爽やかな、爽やかな、シュワシュワっとしてるのかなと思ったんですよ。甘いソフトドリンクだったんですよ。想像と違った味がしたんで。なるほどなるほど。あ、でもありかな。これがすごい甘いんで。じゃあさ、今もう味ないんじゃない、こっちね、うん、やってみましょうか。味がない。ミスマッチ商品頼んだんちゃうんですか。コーヒーとかの方があったんじゃない。甘みで疲れたのを、はいはいはい、コーヒーでまた苦味でみたいな、うんうんうん、ダメです。ダメですか。ダメです。甘党は甘党で終わらんと。甘いのは甘いので締めくくる。体が物語ってんな、うん、僕サンドの飯より甘いねスイーツが好きなんですよ。これがねやめれないです。そうやね、ポーちゃんってあんまりご飯系じゃないよね。油もん好きやねん。白米はあんまいけへんな。そうなんですよ、そうなんです。なんなんこの小石場チャンネル、なんかみんなバラバラじゃね。一人油もん食われへんやろ。でもう一人油もん食うけど、あの白米食えへんやろ。ほんまっすね。一体なんだよこれって。スプーンで食べていいの。これ食べていいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。それラムネ。ラムネなんかな。ラムネやろ。
ラムネ。なんなんその自信満々げなの。あのね、うん、実はねこれね、うん、食べてる時間が尋常じゃないんですよ。時間尋常じゃないね。多分良い子が食べる時間じゃないんですよ。多分で僕も思考の能力がだいぶ下がってるんで。だから糖を取りたくなった。そうなんです。糖を取りたくなったのと、うん、もうリーディングがいつにもなく遅い。ローディングな。リーディングでいいんです。リーディングね。うん、あ、なるほどね。これ普通の氷入ってるんですよ。この上の氷をこう溶かしながら、ラムネを溶かしながら飲みなさいってやつですね。ほんまか？飲んでます？ブレるかやめて。え、一緒にこうストローさして嫌です。嫌だ。嫌です。面がやばすぎる。捕まるで。あのハートのあれやろ、ハートのチューってやつ。どっちが陽気吸うかいう。なんでそこ勝負なってんねん。だ、僕冬も絶対冷凍庫にアイス常備してますよ。こたつに入って、うん、足をぬくめながら、うん、上からアイスを食うんです。上から冷やしていくスタイルないな。なるほどなるほど。あれ好きなの。でも冬はほら溶けへんから食べた感がすごい出るんですよ。なんでそこまで無理して食う必要があるの。習慣ですよね。毎日食べる習慣で。もまあ僕お酒飲むんですよ。飲んだ後にも絶対締めでみんなラーメン行くんじゃないですか。僕ねラーメンじゃないんです、アイスなんですよ。シャーベット系かバニラ系で、いつもこう酔っ払った状態でコンビニの商品の並んでるとこうろうろするんですよ。なるほど。じゃあ今度さ、はい、あのかき氷機買ってあげるわ。もう夏やし。あ、かき氷機ですか、うん、あれはね、うん、でもかき氷機ダメですよ。僕ぐらいになると氷いらなくなるんですよ。シロップだけを飲みますから。もちろんシロップはあれでしょ、うん、デスソースでしょ。ありですね。あ、他ありなわけあるか。意外となんか色よくな、良さそうじゃないですか。そうやね。いちごとデスソース、コーヒーとほらさっきの原理やんか。はい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 、はい、辛いと甘いどっちが勝つみたいな。だから甘いのに疲れたら辛いのに行って、うん、辛いのに疲れたら甘いのに行って、うんうん、いいやんじゃない。よくない。僕ね、うん、知ってるんです。そう、辛いのと甘いの、甘いの食べて、うん、辛いの食べると、うん、全部辛くなるんですよ。結果一緒なんです。全部唐辛子になるんです。止まった。絵面が激辛で最後スープ頑張って飲んでる時と同じ絵面になってる。それが冷たか辛か。そうなるで。冷たい。スキンヘッドがパフェ食ってんねえもんな。下になんか甘いの溜まってるよ。混ぜないと。それあれじゃないの。混ぜるんですかね。さらにイチゴになるんですね。これでソースも分からなそう。分かるわ。匂いで分かる。僕ぐらいになったら分からないんですよ。もうどっちか鼻がおかしくなりますからね。まひってるもんな、ちょっと。やっぱりゴリラにはちっちゃいからスプーン、ほら。なるほど。こっちの方がいいでしょ。似合うね、そっちの方が、うんうん、これ、誰に需要あんのかな。置いてたんや、最後に。その行為がやばい。さくらんぼ置いてたんかよ。これね、うん、実を言うと、うん、2人前なんです。これ大きくちゃんや。大きくちゃんです。ごちそうさまでした。さあ帰りますか。ほんま、ぼーちゃんのデザートに付き合っただけやん。もうすいません、あだす。あれ、これあれやん、ぼーちゃん食べたのこれやろ。そうそうそう。え、デカ盛りパンってあれやん。いや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 、ダメだダメだ。おい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 、ちょっと、はいはい、あれ何よ。あれデカ盛りあったやん。でっかい器に、うん、柴さんの顔が乗ってるようなもんなんですよ。お、それちょっと多いな。それちょっと無理やでな。多くないですよ。キモいっすよ。おい、お疲れ様でした。食わすからな。お疲れ様でした。食えんねんな。